はい、モコ8625です。エンジン冷ましたんでですね、ちょっとこれから、再開ですね。まあ一応まあ安全運転では行きますけどもね、ちょっとですね天気が微妙でガスってきたんですけど、中心なのであんまり踏まなくてもですねスピードが乗っかる感じなんですよね。またダンプカーですね。これは山形の応援トラックですね。まあ、たまに、バカッパ早いですねスポーツカー来る可能性があるんで、その時はちょっと譲りますけどね。スピード一番パワーがないんで辛いところではありますね。
かすぎるとですね、高速になるんですけども、高速区間っていうんですかね、ここは結構の、カーブきついんですよね。走りやすくなったの一言ですね。あ、ここから一応石巻市入りましたね。で、ここから結構高速区間になるんで、まあ、スピード乗っちゃうとまずいですけどね。ここからちょっと上り区間に入るので、ちょっときつい部分があるんですよ。これは本当にこの速度ですとパワーがないのできついんですよね。あ、なんか本当石巻市に来たら晴れてきた感じで、到着する頃にこう晴れてくれないですかね。若干ですね、高速区間になるので、まあ、不明ですけどね。廃業したですね、ドライブインの近くが一番スピード出るんですよね。あ、この辺ですね、この廃業したここが一番スピードが乗るんですよね。ちょっと待ってください。これはすごいっすよ。
んでしょうか。ちょっと U ターンしますけどね。大体中間地点になるんですよね。もともと有料道路だったんで信号機が一切ないっていう感じなんですよね。からカーブが、まあ、めちゃくちゃきつくなるんで、あまりスピード出せないんですよね。
バンと入りましたね。このスピードだったら多分きつい登りますので、極力回転を落とさないようにですね走っていけば。ちょっと腰に効きますね。
ちは誘導いないんですかね。あ、これダンプ率がすごいですね。あ、これでダンプがたくさん去っていたんですね。ここがそうすると一番あれですね、今舗装してるような感じですね。パプリもありましたけどね。もう今やってる感じですね。いやー、しかし今日ダンプの台数何台映ってるんですかね。ちょっともう数えきれないんですけどね。個段差ですね。一番ひどかったところだと思うんですけどね。あの震災の時に亀裂とか段差が一番 きついところだったんで、多分一番最後になっちゃったと思うんですけどね。帰りはあとちょっと2号線経由でちょっと行ってみようと思うんですけどね。あ、小田川にもちょっと寄ってみたかったんですけど、通行ですね。完全に崩れちゃった。
ったんですね。今から埋める感じでなると思うんですけど、だったらここから海が見えたんですけどね。ちょっと真っ白なだけなんですけど、まあ、今度晴れた日に行きたいですね。ちょっと今日はガスってるんで、駐車場でとりあえずストップしようと思うので、あ、駐車場じゃないですね、これぐるっと回って公園と言ってたので公園で、あ、ちょっと視界が悪いですね。ちょっと見えない感じですけど、入れなくなってるので、やはり公園まで行かないといけないですね。
残念ですね。これがないですね。かすってるんですけど。失礼します。お疲れ様でした。